生にこんなこと仕掛けるなんていたずらがすげーる。先生、チョークの粉落ちづらいんだから。ガチャガチャピンピンガチャピンチャンネルですぞ。やっほー、ガチャガチャピンピンガチャピンチャンネル。どうも、学校の先生のガチャピンです。今日はみんなが一度は経験したことがあるかもしれない学校のあるあるを紹介していくよ。いやー、僕一度学校の先生やってみたかったんだよね。こういうことあったなーとか、懐かしいなーなんて思った人は高評価ボタンを押してね、なんちゃって。それじゃあ紹介していきます。レッツゴー、ガチャピンチャンネル。はい、それでは昨日言った宿題を提出してもらいます。ガチャピン先生。はい、どうしたの。宿題やったんですけど忘れました。え、本当にやってきたの。いやいや、せっかくやったんですけどカバンに入れるの忘れちゃったみたいで。怪しい。じゃあ宿題の1問目はどんな問題だった。それはあ、もうちゃんとやってくるんだよ。明日、今日の宿題と一緒に持ってきてね。はーい。ガチャ先生、僕もなんですけど。君も。もうちゃんと持ってこないと。いや、ガチャ先生、自分は宿題があったことは忘れてないんですが、ただやってこなかっただけです。いやー、それは全く違う問題。宿題は忘れずちゃんとやってくる。それではプリントを配っていきます。はい、この列。はい、ここね。はい、1、2、3。あれ、あ、プリントが足りない。あ、ちょっと職員室に行ってプリントをコピーしてくるから静かにしておくんだよ。やったー、休み時間だ。まあそういうわけで江戸時代は幕を閉じました。ここから新しい時代が始まるわけなんですが、ここで終わった方が気にがいいので5分早いですが、今日はここまで。休み時間に入ってよろしい。うわー、やったー、やったー、ガチャピン先生神。ではこの問題を解いてもらいます。じゃあ今日は15日なので出席番号が15番の斉藤さん、はい、お願いします。はい、はい、ではこの問題を解いてもらいましょう。じゃあ今日は16日なので出席番号が16番の佐藤くん、お願いします。はい、はい、ではこの問題を解いてもらいましょう。じゃあ今日は12月なので出席番号が12番の川口くん、お願いします。はい。はい、今みんなが静かになるまで5分30秒かかりました。それでは今日の勉強したことをおさらいしたいと。足し算というのは3枚空気があるところに
2枚新しく買ってきたから何枚になるのかを考える計算になります。今日はみんなに教えたいことがあります。いいですか？人という字は人と人が支え合ってできているんです。いいですか？この人の漢字のように支え合って生きていきましょう。そしていい人生を歩んでいってください。はい、はい、おはよう。はい、おはようね、みんな。はい、おはよう。はい、あー、今日も元気だ、みんな。あー、おはよう。はい、はい、はい。それでは、今日は数学を勉強していきます。方程式というのは、X が Y、 これが出てくる計算で、このX を求めるには X と Y の関係から導き出すことができるわけで、この X が そんなわけで学校の先生あるあるを紹介してみたんだけど、どうだったかな？一度は体験したことあったかな？そんなことより、僕、学校の先生できてた。いや、いつか学園ドラマの先生役をやるのが僕の夢なんだよね。テレビ関係者の皆さん、学園ドラマの出演オファー待ってます。僕たちのグッズが発売中、概要欄をチェックですぞ。じゃかじゃか。